こんにちは、九州山チャンネルのヒデです。今日は福岡県糸島市に来ています。今回登る山は、糸島半島のですね、先端の方というか、ケアという、地名のところがありますが、そちらのね、ケアの海水浴場の裏手にある立石山という山に登りたいと思います。標高はですね、さほどないんですが、眼下にね、海海岸線が、ね、ずっと見えているといったようなね、風光明媚な山というふうになっています。それでは今日もどんな景色に出会えるのか楽しみです。ではレッツゴー。はい、登山口のですね、海岸線を出発して約20分ほど経過しました。眼下にはね、ケアの海水浴場ですね、ケアの音とか、海岸線のね、綺麗な、景色が広がっています。現在ですね、7時半なんですが、すごいまだ暑いですね。
まあ雨上がりということもありますけどね、やはりね、夏場はね気温が上がってくる、前のね午前中、朝がけ登山がねおすすめかなと思いますね。では山頂向けて、また登っていきたいと思います。では後ほど。立石山山頂 209.5m 登頂しました。山頂からですね、佐賀県側のね、唐津の方のね、景色が広がっています。この山頂のねもうちょっと先の方にもね、展望地ありますので、まあ、そちらの方もね、ちょっと立ち寄っていきたいなと思っています。この立石山なんですが、まあ、主な登山口はね2箇所あります。ケアの海水浴場の方から、来るコースと福の越っていうね、福の浦か、福の浦いうね、集落の方から登ってくる道の、2つです。福の浦の方からはですね、車道からそうですね15分も登ればね、ちょっと急坂ですけど15分も登れば、山頂といったような感じになります。では後ほど。
山頂からですね約15分ほど、結構ね何か所か展望スポットがありましたけど、景色を楽しみながら、約15分ほどで、福の浦登山口ですね、到着いたしました。この後はですねまた山の、斜面ね、横切りつつ、木屋の海水浴場の登山口の方へと下山してまいりたいと思います。では後ほど。立石山から、またね、スタート地点の毛屋の海水浴場の登山口へと戻ってまいりました。今回ですね下山は福の浦越えというところからですね、また再び、立石山の山腹をね、樹林帯を巻いて、下山してまいりました。福の浦からはですね、舗装路を、使用してですねずっと回り道でね、海水浴場へ戻る道、そして、樹林帯の中をですね、下ってくる道と2本ね道がございます。樹林帯をね、降りてくるコースは大雨の影響などでね若干コースがね荒れ気味ということもありますので、途中にねテープなどはねありますので、まあ、迷うことはないと思いますけど、足元がね若干悪いのでまあ足元ね悪いのが心配な方は、舗装路利用してまた、木屋の海水浴場の方へですね、周遊するコースの方を行かれるといいかと思います。今回ですね全行程休憩を入れて1時間30分ね、1時間半の行程ということでした。今回の動画いかがだったでしょうか。よかったよと言っていただける方は高評価ボタンお願いします。そしてこの後もですね、また四季折々の山の映像を伝えてまいりたいと思いますので見逃さないためには登録ボタンお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。